ーブ監督の宇野勝さん、そしてもう一方素晴らしいゲストとして、世界日本の生んだ世界のストライカーガマこと鎌本邦彦さんをお迎えしてますが、まあ、鎌本さんには今まで、スタンドで実況でこのプレーをご覧いただいて、今シュート入った、やりました、パレッカのシュート、さすがに素晴らしい SSC ナポリ。いやー、鎌本さんをご紹介した途端にナポリが1点取りましたよ。ですね、これからの、カプバスを使って出てるところなんかね、マラドーナ風刺と渡って最後はカレッカ、いやー素晴らしいシュート。まあ、鎌本さん、このカレッカという選手はブラジル代表のキャプテンですが、はい、いわゆるエースストライカー的な形ですね。そうですね。前半は37分、まもなく38分になろうというところです。1対0とナポリがリード。なかなかその後両チームとも得点が入りません。最後に振った、いいパスが通りました。でナポリ、さあここからどういう折り返しを見せるか。アレモンです。日本にやってくることはできませんでした。まあ、イタリアの方に聞きますと、好きなスポーツはという質問に対しては 100% カルチョという答えが返ってくるそうです。このイタリア人に対するカルチョ、さあカレッカ、これは入るだろう、ゴール入った。左サイドから今日2点目、バックスタンドのファンにお辞儀をいたしました。日本のファンにもおなじみブラジル代表チームキャプテンのカレッカ、今日2点目のゴール。先ほどもありましたけどね、ここからですよね、このトラップですよね、はい、本当にこのトラップにですね、もう次のシュートがですね、はっきり引き込まれてますよね、出ますからね、さすがに鎌本さん、アレモン、カレッカというブラジルコンビ、そうですね、まあ、夜空にもくっきりとゴールというこの文字、2対0になりました。ちょっと日本代表は追い上げるのが苦しくなってきたんですが、こうなったらやっぱり宇野さん、1点でも取ってもらいたいですね。そうですね、もう行くべきですよ、どんどん。はい、